NYUGAKuSHIKI 始業式に先立ち新任式を行います。職員、生徒、起立。一同礼。ただいま新任式を行います。職員、生徒、着席。新任の先生やご登壇ください。新任の先生方を紹介します。川原辰明校長先生、豊川市教育委員会、山川秀夫先生、公務主任内務部長、木所原先生、高小学校、松下智弘先生、音羽中学校、佐々木恵子先生、小坂井中学校、山崎金弘先生、小坂井中学校、筒井孝之先生、高尚学校、森田琴美先生、大田中学校、魚川隆弘先生、新規採用大東和志先生、はい、新規採用遠藤久美子先生、はい、花屋中学校ダニエル先生、はい、AED ウィル先生、 AEDなお、登壇はしていませんが、非常勤講師、堀井つぐみ先生、日本語指導助手、山崎そらんじ先生、主任休業、浅井佳代子さんにお越しいただきました。以上、16名の先生方、よろしくお願いいたします。職員、生徒、起立。礼。新任の先生方はご登壇ください。職員、生徒、着席。一同ご起立ください。一同礼。
3年度入学式、始業式を行います。国歌演奏。一度ご着席ください。校長式辞、生徒起立。着席。式辞、校庭の花々が美しく咲き、校舎内に植えられた6本のイチョウがすっかり色づきました。まるで皆さんの入学をお祝いしているように感じます。本日は新型コロナウイルス感染症対策を縮小した形となりますが、令和3年度入学式、始業式を挙行できることを大変嬉しく思います。267名の新入生の皆さん、東部中学校への入学、おめでとう。また、保護者の皆さん、お子様のご入学、心よりお祝い申し上げます。そして、314名の新2年生、261名の新3年生の皆さん、進級おめでとう。こうして皆さんの前に立ちますと、今日から始まる中学校生活、新しい学年への期待や不安が団長に私にまで伝わってきます。さて、東部中学校に勤務し始めて1週間、学校の至るところで、アジリこそが輝く冬中生という言葉を目にしています。この言葉の意味を、東部中学校の卒業生である、本校にお勤めされている先生に教えていただきました。いつでもどこでも誰に対しても挨拶ができる。時間を守る。身なりを整える。こう、正しく温かい言葉遣いができる。そう、掃除に真剣に取り組む。が、学習を大切にすることです。味にこそが輝く冬中生。この言葉は、学校生活で大事にしたいことを、上手に、そしてコンパクトにまとめてあるな、つくづく感心させられました。今日から1年生、2年生、3年生、842名の皆さんの味見こそがを目の当たりにすることができます。とても楽しみです。味見こそがの意味を常に心がけ、行動することで、冬中生としての輝きをどんどん増してくれることを大いに期待しております。
最後になりますが、保護者の皆様、皆様にとってかけがえのないお子様を本日確かに東部中学校でお預かりしました。本校の職員一同全力を挙げてお子様を育んでまいります。そして子どもの健やかな成長のためには家庭、地域、学校の連携が欠かせません。どうか本校の教育活動にご理解とご協力をお願いをいたします。以上で入学式始業式の式辞といたします。令和3年4月8日豊川市東部小学校長川原です。生徒起立。礼。令和3年の学年学級担任を紹介します。1年生担当の職員の紹介のみとさせていただきます。学年主任、夏目俊則先生。はい。副主任、伊藤敦明先生。はい。1組、松下智博先生。はい。2組、黒柳正史先生。3組、山崎千里弘先生。4組、溝口智子先生。はい。5組、内田博之先生。はい。6組、魚川隆弘先生。7組、後藤正人先生。はい。8組、筒井幸隆先生。はい。学年担任、井上敦史先生。はい。学年担任、田中真奈美先生。若葉学級主任、篠田祐介先生。はい。若葉学級担任、木所和田須先生。
一同ご起立ください。以上で入学式、始業式を終わります。一同礼。ご着席ください。ただいまから生徒会の皆さんが新入生の皆さんに歓迎の言葉を述べます。準備がございますのでしばらくお待ちください。
挨拶を行います。何か分からないことや困ったこと
生徒会の皆さん、心のこもったメッセージ、大変ありがとうございました。それでは、生徒の皆さんは、先生方の指示に従って、対応をしてください。保護者の皆さん、しばらくそのまま。